バーリントンハウス・オン・ピケデリー2013バーリントンハウスはロンドンのピカデリーにある建物であるもともとパラーディオ建築によるバーリントン伯爵家のタウンハウスとして使われていた指定だったものを19世紀半ばに英国政府が買い上げその後拡張した中心的な建物は中庭の北端にあるロイヤル・アカデミー・オブ・アーツである中庭の東西領域と南端にある ピカデリーウィングは5つの教会で占められている。これらの教会は中庭教会として知られており、以下の通りである。バーリントンハウスはロイヤルアカデミー・オブ・アーツの仮設美術展示会場として民衆に最もよく知られている。南側から見たバーリントンハウス1698年ゴロバーリントンハウスは以前は国道であったピカデリーサーカスの北側に建てられた非常に 大規模な民間住宅のうち最も古い建物の一つである。最初は1664年頃ジョン・デンハム教により建てられた。それは中庭のある赤レンガダブルグイ、寄せ棟作りを使った邸宅で、その時代の典型、あるいはおそらく少し時代遅れのスタイルだった。デンハム教自身が建築家としてその邸宅の建築に関わったのか あるいは1667年に不完全な状態で、後にその名の由来となる初代バーリントン伯爵、リチャード・ボイルに売却された後に、その建築に関与したヒュを雇ったのかは定かではない。その後バーリントンは建物を完成させた。1704年、建物は10歳の第3代バーリントン伯爵リチャード・ボイルに譲られ、彼はその後イギリスにおける、 パラーディオ建築ムーブメントの中心的なスポンサーとなり、また彼自身建築家となった。1709年、まだ未成年であったバーリントンに代わって後見人を務めていたジュリアナミ傍人は階段の最高生と後年ウィリアム・チェンバーズ教に建築物の最高傑作の一つと称賛された道理屋式中路を含む建物の外観の変更をジェームズ・ギブズに委託した。 中老と前提により、建物は都市化の進むピカデリーサーカスと分離された。建物内部では、玄関ホールと階段に、セバスティアーノ・リッチとジョバンニ・アントニオ・ペレグリーニによる、バロック様式の装飾的な絵画が飾られ、それは、ロンドンで最も高価な内装の一つとなった。ジェームズ・ギブズによる、 中老1806から8年頃の水彩が1714年と1719年の2回のイタリアへのグランドツアーの間に若いバーリントン伯爵の思考はジャコモレオーニのパルダーディオ建築に関する出版で大きく変わった。1717 17年か1718年にクリストファー・レン教のバロック様式に基づいて仕事をしていたギブズに代わって 古い基盤の上に新しいやり方で建築をやり直すために高齢キャンベルが任命された。これはイギリスの建築の歴史において重要な転換点であった。キャンベルの仕事は厳格なパラーディオ様式であった。キャンベルとバーリントンの神秘的思考はすぐに一致したが、それはバーリントンハウスで内装の仕事をしており、二人の側近であったウィリアム・ケントの力によるものだった。 その結果、あらゆる世代のイギリスの建築と内装装飾の世界に大きな影響をもたらすこととなった。キャンベルの仕事は、以前の建物の形をきちんと踏襲し構造の多くを再利用したが、従来型の南側正面の外観は彫刻が省略され、欄干に置き換えられて、パンラーディオ様式による厳格な2階建ての建物となった。1階は、 建物の象徴とでも言うべきピアノのびれ、ピアノのびれ、大きな家屋の主たる木探しを意味する。主たる、応接室と寝室がある。を支える、地下階となった。正門、1725年1722年以降、バーリントンの建築にかける情熱の対象は、チジックハウスに移っていった。百五十三年に、バーリントンが亡くなると、バーリントンハウスは、 彼の娘シャーロットと1748年に結婚していたウィリアム・キャベンディッシュに譲られたが、デボンシャー家はすでにピカデリードリ沿いにデボンシャーハウスを持っていたので不要なものであった。1815年、第4代デボンシャー公爵の三男、ジョージ・キャベンディッシュは彼の老いである第6代デボンシャー公爵から7万ポンドでバーリントンハウスを買い取った。ジョージは 階段を中央に移し建物東端の新しいダイニングルームと生誕のダンスホールを結んだバロック建築様式によるスイートルームを作るためにサミュエルウェアを採用した。ウェアの仕事はパンラーディオ様式によるもので特にバロック復興建築のイギリス式の初期の原型を提供するものだった。1819年敷地の西側に沿ってバーリントンアーケード バーリントンアーケード、近代的、ショッピングセンターの先駆けの一つ、が作られた。1854年、バーリントンハウスはその建物を解体し、新しく、ロンドン大学の建物を建てる目的で、イギリス政府に14万ポンドで売却された。しかしながら、この計画は強く反対され、1857年には、ロイヤルアカデミー・オブ・アーツ、ロンドン・リンネ協会、 科学界が入ることとなった。ピカデリーサーカスから見た、バーリントンハウスイラストレーテッドロンドンニュース、1873年、ロイヤルアカデミー・オブ・アーツは1867年に、バーリントンハウスの主要な部分の999年間のリース契約を年間1ポンドで結んだ。その後、シドニース・スマーク・ロバート・リチャードソン・バンクス、チャールズベリー・ジュニア等の協力により、 様々な高例キャンベルスタイルの改築が行われた。これらの工事は1873年に完成し、翌1874年、ロンドン地質学会、王立天文学会、ロンドン考古協会が入居した。バーリントンハウスオンピケディリー、2010年この配置は、王立天文学会と王立科学会が、 カールトンハウステラスの新しい施設に一部移転する1968年まで続いた。新しい施設では、王立科学会と英国アカデミーはスペースを分け合った。英国アカデミーは1998年に完全にカールトンハウステラスに移動し、王立科学会は空いた東ウィングのスペースを引き継いだ。中には、2009年、アネンバーグコートヤードとして知られている。 バーリントンハウスの中庭は,は日中一般に公開されている。そこにはジョシュア・レノルズの彫像が飾られており、噴水は彼が生まれた時間の惑星のパターンに配置されている。ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツの一般公開は19世紀に様々な追加工事が行われたメインブロックで開催されている。会員による作品のうち優れたものの、 永久所蔵コレクションを多く含んでいる。ピアノの尾ーレにあるメイン応接室はジョン・マジェスキー・ファインルームとして復元された後、2004年に公開された。建物の東部分には他の学会が入っており、ここは一般公開されていない。ジョージの長兄、ウィリアムの長男ジョージは第四代公爵の三男で1831年に初代バーリントン伯爵を除釈され、 廃絶となっていた母方の祖父の伯爵衣を復活した。ありがとうございます。